DJ マスターキー、いえ、DJ マスターキーのランチューブ19ということですね。今日も涼しくてなかなかランニング日和じゃないかと思いますが、いつもやる前はちょっと気分が重くなりがちなランニングなんですけども、今日で19回目を迎えることができました。これは本当にね、人生初で、まあ、前も言ったけどね、マラソンはずっとやってたんだけど、続けてやるのっていうのは、こんな続けてやるのはなかったんで、いやー、でもね、なんか一日一日更新すると、こう始まりはちょっと嫌な感じなんだけど、終わり際に、何このサボテン、ちょっと俺知らなかった、こんなサボテンがあんのすごくないこれ。サボちゃん、半端ねえサボテンだマジかこれ、このままいったら大変なこと。まあいいや、ごめん、ちょっと話それちゃった。何の話だったっけ。そう、連続してランニングやるのが、こう人生の中で今まで初めてだったんで、ちょっとこの充実感みたいなものは得れるようになったね。なんで走ろうかっていうきっかけなんだけどさ、何なんだろうね。とりあえず根性試しみたいな感じで、まあ、本当にできんのかっていう、なんかそういう疑問から、じゃあやってやろうじゃねえかって、誰にも頼まれてないのに、なんか自分でそうやり始めちゃったっていうのはね、走るきっかけになったんですよ、今回の。その30日間毎日10キロっていうのはね、何にも考えてなくて、とりあえずやってみようと思ってやっただけなんで、深い意味はありません。見てもらおうとかそんなこともないし、まあ応援してくれるわ、やる気にはなりますんで、それはすごいいいことだと思うんだけど、本当思いつきでやり始めちゃったから、とりあえずやるっていうね。過去にもね、なんかね、1ヶ月間ね、絶対酒飲まないっていうのやってね、それはそれであまり面白くなかったんで、まあできてはいたんですけど、面白くなかったんで、まあどうでもいいんですけど、まあでもランニングになると1日10キロだからね、1月300キロになるだろうし、それ終わったらじゃあどうすんだよって話になって、2ヶ月目もやるのかって言われたら、ちょっとごめんだよね、まっぴら。ちょっとそれは考えさせてもらいます。てな感じで、本日も DJ マスターキーのランチューブ19回目ということですね。皆さんぜひ口伝いで、みんなマスターキーなんかランニングの YouTube やってるよとか言ってもらえるととてもありがたいです。まあ、とにかく今日も、走ってみますんで、帰ってくるとこ、帰ってきた後俺がどんな顔してるのか、こうご期待。 DJ マスターキーのランチューブ19、今日はこんなもんで勘弁や。
さあ皆さん、DJ の先ランチューブ時空間で、本日も無事完走。いやー、やっぱりね、終わるとね気持ちいいもんですよ。やるまで言うさけ、さっきも言ったけど、まあ今日はね、ひたすら神奈川まっすぐ来つつ、目黒通りに入り、学芸大学を通過し、五本木から西区を通って三茶、そしていつものここへ戻ってまいりました。 10.6 キロ、イエスイエスショー、テンション上がるな。わかりやすい。あ、そう、すいません。いや、今日もね、無事完走できてよかったです。本当にね、今日も、ランビオル、あの涼しくて、あ、もう鈴虫とかも鳴いてますね。聞こえますでしょうか。ここね、すごい自販機があるんで、わかる、こういう自販機あります。鈴虫もいい感じで鳴いてるよ。季節感満載のランチューブ18、19か今日、ごめん、19です、ですね。いやー、だいぶこなれてきました、本当に。いやー、今日も腹減っちゃったよ、また。ちょっと言葉数が少なくなっちゃいましたね。ねえ、早くね、日常が戻るといいよね、本当。俺なんちゃんって DJ なんて仕事なくなっちゃってしょうがないから、本当。まあでも今面白いこと超考えて、年末に向けて動いておりますんで、 DJ 真っ先の今後の行動に、ぜひ注目していただければというふうに思います。なんだお前、 DJ 走ってねえで DJ やれよってやついっぱいいると思いますけどね、まあ、DJ は元より、もっと面白い音楽活動に向けて今着々と、進んでいるんで、ぜひ、ちょっとだけ待ってもらえれば、面白いことを始めますんで、ぜひ期待して待っててください。インフォメーションは、インスタグラムは DJ マスターキー、ツイッターはリアル DJ マスターキー、そして YouTube は DJ マスターキー、やっておりますので、皆さんぜひフォローの方よろしくお願いいたします。あー、疲れた。そんな感じで、いよいよ明日が大台の20回目のランチューブになりますが、もちろんやるつもりですけど、なんか今週末天気が悪いとかいう噂もあるんで、ちょっと雨ランになるのかなっていうのはちょっと期待してますけどね。でもさ、ちょっとこんだけ涼しくなって雨降るとさ、めちゃめちゃ寒くなりそうで嫌なんだよね。まあそんなこと言っても とりあえず続けてやるって決めたことなんで、雨に濡れようか、槍が降ろうが雨が降ろうが、がっつり盛り上げ走っていきたいと思います。そんな感じで、第19回目のランチューブご覧いただきありがとうございました。明日はいよいよ大台の20回目突入になります。そんな感じでチャンネル、登録の方よろしくお願いいたします。以上 DJ まさきでした。今日はこんなもんで勘弁やー。